前回の動画において、邪道を極めし木下小一郎は、浪人の身からまた瞬く間に織田家、小牧山城主となって、立身出世を果たした。木下小一郎は、犬猿の仲である兄、木下藤吉郎との出世争いに勝利し、木下家のボス猿として、縄張りを確立したかに思えた。そんな矢先、新たな火種が発生することとなる。そのきっかけは、6年前に兄、木下藤吉郎が斎藤家攻略の足がかりとして、一夜にして築いた城、須の又城の存在だった。おお、ここが和紙の小牧山城か。なんとも立派な城だ。この城は、織田家の本拠地、清洲城と、敵である斎藤家を結ぶ中間地点にあり、上洛の道にも通じる、軍事交通両面での要衝と言っていい。そうだ。せっかくだから、わしが城主として、武将の兄猿に訓示を述べに行ってやろう。部下を育てるのも上の者の務めだからな。なんだ、弟猿か。何しに来た？ここは、お前みたいな野生の猿が気軽に来れる場所ではない。さっさと山に帰れ。山奥で毛繕いでもしていろ。ふ、確かに、このような場所に来るのは身分違いであったな。上司となったわしには。なん、だと？この度、信長様の命を受け、織田家、小牧山城主に就任した。以後、何かと雑用を命じることもあるかと思うが、その時は、よろしく頼む。そんなバカな。むむむ。ふ、確かにお前は城持ちになったかもしれん。だが、わしは城を築くことができる。須の又城のことはお前も知っているだろう。お前に城を築くことはできるか？わしがその気になれば、お前の城のすぐ隣にでかい城を建てて、日照権を脅かすことだってできる。そのことを、夢夢忘れるなよ。日当たりの悪い天守閣で暮らすのは嫌だろう？はっはっは。ぬぬぬぬ。確かに、わしでは城を築くことはできん。しかし、城を奪うことはできる。信長様に恨みはないが、かくなる上は、兄猿が築いた城もろとも、織田家の城すべてを奪い取ってやる。下克上だ。そして、最後は、兄猿を。今後の目標は、織田家に謀反して、木下藤吉郎を打倒することとするよ。藤吉郎を倒さぬ限り、小一郎は枕を高くして寝ることができないらしいからね。その中で一つ制約を課すよ。邪性の小一郎が美味しいお茶を立てるには、雑念を払わなければならない。つまり、邪道技能を除き、他の技能は全て初期状態のままの、初期型小一郎で挑戦する。ただ、技能指示を行わないだけで、戦や、調略などの結果で手に入ってしまう技能については認めることとするよ。また、家臣の技能は普通に鍛えるのでご了承ください。現在の状況を整理する。現在、織田家は信長様を筆頭に。名古屋城主の林秀貞、軍港8190。鳴海城主の佐久間守重、軍港6200と続いて。木下小一郎は、織田家家臣団3位の軍港6000を持つ、家中屈指の実力者となっている。その軍港は、柴田勝家をもしのぐ。木下藤吉郎は論外とする。勢力図としては、現在、織田家は浅井家、徳川家と同盟し、北の斎藤家と敵対している。我が小牧山城の兵数は、5015人。名古屋城は、9291人。鳴海城は、6833人。そして、本拠地の清洲城は、6638人。清洲城の兵数が少ないのは、斎藤家の大垣城攻略を何度も失敗しているからだね。とはいえ、いきなり謀反を起こすには心もとない。何せ、織田の同盟国徳川家は、3万8000もの兵力を岡崎城に有している。しかも、小一郎には配下武将が誰もいない。そのため、信長様から武将を派遣してもらえるように要請しに行くよ。より気嫌いで派遣してもらった武将と仲良くすれば、謀反の時に協力してくれることもあるからね。加えたい武将はもう決まっているよ。
あれ？目当てのサッサナリマサがいない。藤吉郎を毛嫌いしているあの男なら、敵の敵は味方の精神で仲良くできると思ったのに。あいつ、どこ行った？アルプス登山の真っ最中か？他にも、柴田勝家や、滝川一益などの一流武将も見当たらなかった。調べてみたら、サッサナリマサはすでに名古屋城に派遣されていた。他にも滝川一益などの有力武将も出向中だ。柴田勝家は清洲城にいたが、おそらく勝家には直属の部下がいるため、与力として指定できなかったのだろう。ということで、目的が叶わず、モニターの前で示談だ踏んだわけだけど。とりあえず、与力のことは一旦保留にして、日本各地の武将たちを地道に勧誘させることにする。武将を勧誘するとして、わしが面識ある人物といえば、織田家以外では、斉藤家を使用期間で辞めた際にお世話になった、長井道俊さん。喧嘩は別れしたため、この人とは絶縁状態にある。風邪もひいているようだし、今はそっとしておこう。触らぬ風にたたりなしだ。あとは、今は改名して徳川さんになった松平さんちの者たちか。あの者たちとは2年間、毎日一緒に茶を囲んだ仲だからな。岡崎城は第二のふるさとと言ってもよい。ちょっと様子を見に行くか。なぬ？ほとんどマックスに近かった親密度のハートが軒並み削れている。あの茶席の日々は偽りだったのか？まあ、茶を立て続けに飲む彼らの目が笑っていなかったのは覚えているけども。親密度がかろうじて残っているのは、石川一正と、前の長安の二人だけか。この二人こそ、月日が経っても色あせないマブダチだと言えよう。ん？前の長安？あ、思い出したぞ。駆け出し浪人の頃、座の仕事で借金取りに伺った先が、こいつのお宅だったな。債務者、前の長安。7年前の茶席を修理の際には、気づかなかったけど。このものが一番親密度の低下が少ない。財布の紐は緩いくせに、切りは硬いようだ。よし、石川一正と前の長安の2名を勧誘しよう。その後、茶席で再び親密度を貯めて勧誘したけど、石川一正は応じなかったよ。思わせぶりっ子だね。前の長安の方は、あっさり勧誘が成功したよ。断ってくれてもよかったんだけどね。小一郎はその後も、新たな仲間を求めて日本各地を巡り、ついに、木下家家臣団を結成することができた。早速、お披露目していこうと思う。まずは、戦担当の4武将。一人目は、岡部元信。元今川家家臣で、桶狭間で討ち取られた今川義元公の子宮を持ち帰ったことで有名だね。統率は70と高く、今回、義元公の敵討ちをさせることと引き換えに参加してもらった。二人目は、岡部正綱。先ほどの元信の兄で、同じく元今川家家臣。統率67と、わずかに弟には及ばないけど、兄の方が足軽の扱いに長けているね。三人目は、戸田影政。元朝倉家家臣。中将流の剣豪であり、統率72、武力87と家中随一の猛将。今回、戦場で兄藤吉郎を討ち取るために雇ったヒットマンだよ。四人目は、戸田重政。影政の養子であり、影政と同じく中将流の剣の達人。統率70、武力85と申し分のない強さを誇る。ヒットマンが一人だけなんて誰が言ったんだい？戦力の蓄次投入は具の骨頂だからね。ヒットマンも集中投入するよ。あとは、内政担当の4部用として。真下長森、稲田達夫、大谷久博、大久保長安の4名に参加してもらったよ。そして、最後に。スーパーサブ、前の長安。木下家の財務経理担当。札勘定すらろくにできないけど、ちょっとずつお金の使い方を学んでいこうね。以上の武将たちをメインに据え、打倒藤吉郎、打倒信長を目指していく。状況により、他にも武将たちを勧誘していくよ。そして、配下にした武将たちには、城内の、朝廷の間から仕事を指示していく。
身分が低いと任せられる仕事も少ないから、勲功を稼がせて早く昇進させたいところ。狩猟を行うなら、長期狩猟がおすすめだよ。ただの狩猟の場合、能力が低いと数年かかっても技能を習得できないことが多々あるからね。前の長安は、財務経理担当なので、算術を学ばせるよ。なんだ？長安、物言いたげな顔だな。なんだって？忍術の修行がしたい？それが財務経理の仕事と何か関係があるのか？まあ、いいだろう。忍者のごとき速さで、伝票処理をしたいということだろう。このようにして主命を出して、来たるべき謀反のために、軍備増強を繰り返していくよ。そして、これからの予定だけど、一つ考えていることがある。まずはこちらを見ていただきたい。これは、確認のために別のセーブを使った、小牧山城のデータだよ。城主は自分で、家臣は誰もいない。当然仕事もさせてないから、軍資金の月々の入金にも変動はないよ。2月から4月まで、毎月1643巻入金されていることがわかるね。そして、4月某日、4名の武将を自分の配下として雇用したよ。俸禄は4人合計で、125巻。つまり、5月からは毎月城に入ってくるお金が1643巻から125巻減って、1518巻になると思うよね。でも、5月から軍資金として入ってきたお金は1393巻だったよ。俸禄125巻じゃなくて、倍の250巻少なくなっていた。ちなみに、これからしばらく後に、配下武将を追放したり、大名に推挙したりして、城の配下武将を再びゼロにすると、月々の入金額が1643巻に戻った。太閤立志伝5の収入や支出の計算がどのようになされているのか、よくわからないけど、一つ言えることは、配下武将が増えれば、月々の入金額が減るという当たり前のこと。そんな当たり前のことを確認してまでやりたいこと。それは、これからわしは日本中を駆け巡り、邪道データ、徳の心の効果を使って、全国各地にいる、ただ飯食いの国潰し武将どもを大量に雇い入れ、その者たち全員を、信長様に推挙して送りつける。弱払いでな。そうすれば、莫大な俸禄で清洲城の財政が逼迫するのは必定。その時をついて、我々は挙兵するのだ。ゲーム的に言っても、この作戦がどれくらいの効果があるのか未知数だよ。収入の計算がどのような方法でなされているのかわからないし、信長様の城、NPC 城主の城も同じ計算とは限らないからね。他にも軍資金調達や兵糧売却といった、資金確保の手段はたくさんあるわけだし。こんなことをしても全く効果はないかもしれない。だけど、それでもいい。やりたいのだ。送りつけたいのだ。この作戦は、謀反を起こした時に、敵に回っても痛くもない人材を送りつけるからこそ成立する。さあ、全国に散らばる輝きのない小生たちよ、信長様の元に集うのだ。南は九州、北は北海道まで。早速、全国各地を巡る木下小一郎。草の根を分けて探す宝探し。いや、探しているのは宝ではなかった。その辺の石ころなのだ。ただ飯食いの極潰し武将なんて発言をしたけど、実際に各地を回ってみて思ったのは、そんな武将はなかなかいない。三国志に出てくる友禅の、3、5、9、6のような能力者なんてほとんどいない。だからね、申し訳ないけど、統率が低い武将とか、平均より能力がちょっと低い武将なんかもかさ増しのために勧誘しているよ。なので、今回勧誘した武将たちを、友禅だ、などと馬鹿にしているわけでは決してないよ。そこだけご了承ください。勧誘した武将の中には、列伝を読む限り、もっと能力が高くていいと思う人たちもたくさんいたからね。そんなこんなで、自分の城の軍備を増強しながら、勧誘活動を続けた結果。
国から腕に覚えのない者たちが、この清洲城に集まった。その数は、34人。俸禄としては、1070貫分。ここからは、清洲城に集いし武将を、少しだけピックアップして紹介する。まずは、猪俣国憲さん。元北条家家臣。志望70、弁舌技能3と高くて割と優秀だけど、統率の低さと、史実で小田原征伐の口実を与えたとされるところから、今回お呼び立てしたよ。次は、久武近直さん。元長宗我部家家臣。この方も、志望と武力が高く、弁舌技能が3もあるけど、統率の低さと、史実では、策謀によって多くの同僚を陥れ、死家滅亡の原因を作ったとされるところから、今回ご足労いただいた。三人目は、時頼次さん。美濃の守護大名、時頼明の次男。史実では、まだ幼かった頼次は、父と共に斎藤道三によって国を追われた。なんか失態を犯したとか、そんなことはなさそうな人なんだけど、このゲームでの能力の低さから選ばせていただいた。彼らをはじめとした34人を、清洲城でおもてなしした結果、清洲城の財政がどうなったかというと、残念ながら、ほとんど変化は見られなかったよ。1070巻程度の俸禄が増えたところで、そこまで痛くないのかも。もしくは、内政値が増加しているから、支出に対して収入が上回っているとか。今回成し遂げられなかった、清洲城の財政を俸禄で逼迫させるという目標については、またいつか別の動画なんかで再チャレンジしたいね。その時は、容赦なく人材を注ぎ込むよ。目標を成し遂げられなかったとはいえ、34人もの武将が集うこの感じ、高揚感を覚えるね。この高揚感、何かに似ている。そうだ、史実の大阪の陣において、全国から大阪城に浪人たちが集まってくる時と似ているんだ。ただ、大阪の陣の時とは違い、今回馳せさんじた者たちの中に、歴戦の猛者はいない。真田幸村も、毛利勝長も、後藤又兵衛もいないのだ。当初の目的は達せられなかったが、この間、十分に軍備は増強した。今こそ後期、これより、わしは信長様打倒の兵を挙げる。そして、その道の先にいる、アニザル統一郎を倒すのだ。敵は、清洲城にあり、